大家好、我是シャンシャン。今回はこのパスカル・ルガックのチョコレートを用意しました。ちょっとこれ入手困難品なんですけども、フランスのお土産でいただきまして、何気なくいただいたので家に帰って早速開けてガバガバっと食べたところ、あまりの美味しさにちょっと、調べてみました。で、いただいた時はここにあるようなこの黄色というんでしょうか、若草色というのかのリボンでこう十字に可愛らしく、結んであったんですけども、ガバガバっと取ってガッと開けて、こんな感じですね、食べちゃいました。あまりの美味しさですごい勢いで食べちゃったんですけども、なんと調べたところ、このフランスのサンジェルマン・アンレっていう市に2008年にオープンしたお店だそうです。で、パリから電車で30分くらいのところなんですけども、なんとこのパスカル・ルガック、そのオープンの翌年2009年から5年間ですね、フランスで最高のショコラティエの一人にランク付けされたそうです。で、ショコラ愛好家による会っていう CCC クラブでクロール・ドゥ・ショコラっていう会があるそうなんですけども、そこでも重要なショコラティエということで大変高く評価されてるチョコレートだそうです。で、なんとそのお店日本にもできました。世界で2店舗目赤坂のため池山王からすぐのところだそうですね。2019年オープンで、まだまだ新しいところなんですけども、ネットでも買えるんですが、簡単にポチッと買えるわけではなくて、会員登録したりとかちょっと手間がかかるそうです。そんなこんなでなかなかこう手に入りにくいものではあるんですけども、通常ですとこういったガナッシュがガバガバっと入ったもんではなくて、こう四角く成形されておあつらえ向けみたいな感じの可愛らしくなったのが、お上品に8個とか16個とか入った商品が多いみたいですね。で、一粒がだいたい400円前後する大変高級品だそうです。そんなのがこんなにたくさんドーンとありまして、もう本当に嬉しい限りです。でも、この匂いがこの画面では全く伝わらないのが申し訳ないんですけど、今本当にいい匂いしてます。もう我慢できないくらいの匂いですね。美味しいですね、この匂いだけ でちょっといただいちゃいますね。またもうその高級だと言われるものを、笑いしか出ないですね。美味しいです、本当に。この苦味もいい具合で、美味しいものって なんでこうなんですかね。甘みもスッと抜けてしまうくらいの、上品なお味です。言葉がありません、美味しくて。そんなチョコレートご紹介したんですけども、私も書道家なので1枚これをまた取っといて、お習字書いて皆様にお届けしようと思います。
至福、本当にいい時間を、至福の時間を過ごさせていただきました。ではまた見てください。シャツチェーン。